よーどうも、テキトです。はい、というわけでね、今回も来ました新ガチャ、しかもグランドガチャ。もうね、さっきまで800ドナぐらいだったかな、900かな、900ドナぐらいしかなくて、もう急いでこのなんだっけ、ミッションのさ、150枚ずつ集めるやつあんじゃん、星座メダル。もうあれをね、超頑張った。最近ね、水やりタッチできてなかったからメダルが全然なくて、もう頑張って。でポケ友がさ、今1440人ぐらいいんだけど、星座順にやっても、もうずっと、なんていうの、最初なんだったっけな、なんか双子座だったかな、こう双子座、ずっと双子座みたいな、もうどんだけスクロールしても同じような星座しか出てこなくて回れないんだよね。そう、ポケ友増えると結構その特定の星座に行くのが大変、マジで。じゃあ今回のガチャ見よっか。あ、そういえばね、なんかポケコロようやくね、広告出したっぽくて、これでポケコロ人口増えるといいね。なんかツイッターとかいろんなサイトでそのポケコロの広告出るって言って、このこれかな、すげえ種類多いよね。何種類、8種類かな、珍しくない、こんなに種類あんの。でなんかみんながその広告に出てるキャラがみんな公認モデルらしくて、いいなーっていいなーって思ってね。なんで俺公認モデルに受からないんだろうと思って。ひどくない？そう、いやでも可愛いよね、公認モデルの人。もうすごいわ、マジで。なんかキャラの使い方分かってるよね、めっちゃ可愛いもんだって。まあここまで、お、すげえ、起用モデル1段とか出んだ。お金もらえるのかな、いいなお金もらえたら最高だよね。で今回のガチャがこれだ。思いを乗せた恋灯籠、心密かにあなたを思う。そう、なんかこれさっきポケコロ開いた瞬間に動画出たんだけど、そこ映せなかった。なんか映したいんだよね、たまには。そのガチャ紹介ムービーから入って、どうもできたですってやりたいんだけど、ちょっとね、動画撮る前に見ちゃったからもう見れないんだよね。なんか何回も見れるようにしてほしいんだよね。で、そう、ちょっとさっき見ちゃったんだけど、ファッションだけ。そう、今回さ、今まであったか分かんないけど、 VIP ではあったんだよ。この瞳1個持ってるだけでなんか何種類かこう選べるやつ。そう、これがグランドガチャで出て、これ欲しいなと思ったわけですよ、私。このセレクトアイ、恋灯籠だっけ、恋灯籠に染まる姫の瞳。このメーカー灯籠が、ま、灯籠が待ってんの、どういうこと、灯籠が、ま、待ってる、どういうこと。こう目の中に灯籠が浮いてるのか、それともこの目をつけると周りに灯籠が浮くのか、どっちなんだろう。まあこっち見ればわかるかな、ガチャ一覧。これかな、目の中灯籠待ってる、すげえ、まあ、待ってるっていう表現が合ってるのかわかんないけど、あ、紫いいね、紫エモーショナルだわ。紫のこれが一番、真ん中が一番化粧濃いかな、真ん中が一番いいね、紫いいね、紫欲しいわ。まあ、欲しいわっていうか、取ったら紫選ぶね。これ100、1100だよね。よかったよかったよかった。そう、1100ドナあれば、7プラス1できるかなと思って頑張って貯めたんだよ。で、これが髪の毛、恋灯籠に染まるリボン、なにこれ、結紙？やべえ、読めない。結発？やべえ。いやー、これはちょっとね、勉強不足ですね。この髪型的には結構スッキリしてて、なんて言うんだろうな。流しそうめんぐらいの太さだよね。結構スッキリしてて、俺、個人的には好きだよ。で、髪の毛じゃなくてリップ、口が、まあ、口そこまで悪くないよね。結構口ってね、当たり外れ激しいんだけど、まあ、これは、まあ、使えるっちゃ使えるってレベルで、凛とした護衛の、ふんふんね。護衛の、ふんふん。まあ、レアの髪俺結構好きな場合多いんだけど、これよりかは、スーパーレアが好きかな。で、衣。すげえ、もうおっぱい丸出しじゃん。で、傘。すげえ！浮いてんの、傘。あ、持ってんのか。ずいぶんね、絵の長い傘だこと。待って待って待って。やばいの見つけちゃった。イケメンだね。これ欲しい。姫を見守る護衛の瞳。これ欲しい。やば。これめっちゃイケメンじゃん。いや、イケメン。あ、これの髪の毛か。かっけえな。これ欲しい。待って。これ超欲しいんだけど。これノーマルじゃん。めっちゃ欲しい。ちょっと待って。これ外して。これいい。これ一番欲しいかも、この服。そんで、帯飾り、耳飾り。すげえ、灯籠になってんだ。んで、扇子、丸扇、あ、これ扇子なんだ。
なんか提灯みたいに見えるけど、提灯には見えないな。で、灯籠が待ってる、なんて言うんだろう、背景かな。いいね。やっぱり、ツイッターでちょっと、なんて言うんだろうな、こう、期待されてただけあって、かわいいね。しかも男もんも今回すごいいい。目と、服か。この二つ、この二つ欲しいね。どっちかというとこのスーパーレア、まあ目欲しいけど、目二種類、服が欲しいかな。これ脱ぐとめっちゃ、ね、貧相すぎてなんか、かわいいけど。じゃあインテリア見てみよっか。インテリア可愛いっぽくない？うわー、これいいな。でも今回回せないんだよな。1100ドナー回したら58ドナーしか回んない、残んないから、ちょっと回せないのが辛いな。これすごくない？手前にも奥にも灯籠待ってた、なんかもうすごい。ね。なんかちょっと、パンに、食パンに見えてくるけどね。一斤に見えてくる。金。一斤がこう、ポンポンポンってこう浮いてる感じでも見えなくはないけど、すげえな。でも部屋の中がこんな灯籠浮いてたらちょっと俺、なんかやかましくて寝れないけどね。すげえ、じゃあコロニーも見てみよう。コロニー可愛いっぽくない？あー、灯籠舞うんじゃなくて、え？え？灯籠なんか落っこってない？あ、反射してんのか。すげえ舞ってる。これは何なんだ？すげえ、ね？何これ？あ、この、橋を置くと、え、何なんだろう？このなんていうの、なんか、おめかしマークみたいな、何？こっちのさ、小舟の歌っていうやつはわかるよ。あの音楽が流れるの。これ何？まあ、いっか。で、灯籠。このアイコンすごくない？もう灯籠しか乗ってねえじゃん。とりあえず回すか。まあ、インテリア好み今回回せないから、ファッション7プラス1いっちゃいましょうかね。まあ、普通にスーパーレア、髪の毛と、目、そして服。これ欲しいね。この4種類の中でどれか出ればいいかな。じゃあ、ドリームガチャで結構前、神引きしちゃったから、今回ちょっと微妙の可能性はある。じゃあ行きましょう。1107、行くぞ！よいしょ。さあ、どうだ？お、野菜！野菜来た！え、でもレアでなんかいいのあったっけ？あ、でも UFO マークが来ない。出たー。これすごいとこにさ、リボンつけてるよね。次。おー、レアが2つ出るから、できればスーパーレア欲しいけど、目出ないかな。これ丸センスだよね。次。おー。これレアなのかな。まあまあまあ、でも、これよりか髪が欲しかった。次。あー、これで終わりなのかな。なんかテンション上がんないな。まあ傘も可愛いけどね。まあこっちの方が使い勝手はいいし、可愛いかな。なんかアニメーションの途切れがあるけど。次。お、来た来た来た。あ、これね、これノーマルだったんだ。これ最高なんだけど。これはマジで嬉しい。てか、このさ、アイコンで見ると、増してイケメンじゃない？これ絶対使う。これマジでイケメンだわ。今まで持ってる男物の目で一番かっこいい。次。あー、まあダブリか。あと2個でスーパーレア出る気しないぞ。せめて服出てほしい。来い！あー、やばいな。てか、もう7個目？マジか。本当に？ちょっとなんか飛ばしてない？さあ、ラスト。頼む！ああ。いやーこれなんだこれ。なんだよこれ。優しく灯る、ハスの帯飾り。密かな思いを隠す丸センス。恋色に灯る、薄絹のこの衣。夜風に揺れる、ハスの傘。ハスなんだ。で、姫を見守る、護衛の瞳。これ出たのがマジで神。このレア2つより神。で、密かな思いを隠す丸センス、恋灯籠の耳飾り、恋色のハスの髪飾り。まあ野菜に出たのはいいけどさ、今回のレアってぶっちゃけあんま好みじゃないんだよね。やっぱスーパーレアの目は欲しかったし、どっちかというとノーマルの方が、個人的に出来が良かったかなって思います。はい、というわけでこんな感じになりました。もうね、顔がイケメンすぎる、マジで。やばくない？これさ、眉毛がセットだから、とりあえず眉毛は外した。ね。これつけるとやばいから。やばいから、これは消して。で、なんか思ったのが、この、コーディネートしてて思ったのが、この、なんだっけな、アートフェスタで無料で買えるやつあったじゃん。ゼロドナーの 無制限の。この、なんだっけ、思いを込めた恋灯籠。これって、このガチャの布石だったんだね。全然わかんなかったわ。
ていうかもうゼロドナでさ購入なのもう配れよって思うけどね。そんでね、やっぱ服が出なかったのが痛いんだよね。合う服がねあんまなかった、和風に。もうこのね、なんだっけ、袴着たわ。でも意外とね、この袴着てから、なんだっけこれ、この薄絹の衣つけると、なんて言うんだろう、ちょっとかぶるじゃん、服と。それなんかいい感じに、なんていう、カモフラージュじゃなきゃ、こう、ハーモニーがね、生まれるわけよ。結構可愛くない？まあ言うてさ、まあ、合ってなくはないよね。まあ髪、金髪っていうか、ちょっと日本人っぽくないんだけど、すごいね、イケメンにできたんで、満足、すごい。でもね、やっぱり俺の目と言ったら、こっちの目にしたいんだよね。どれだっけな。あ、これじゃん。え、怖っ！眉毛ないと怖っ！ヤンキーみたい。そう、この目ね。今眉毛ないからちょっと怖いけど、そう、この目がね、好きなんだよね、俺。だからまあ、基本的にこっちの目だけど、今回はこのイケメンくんの目をね、しばらくこっちの目で行こうかなって思います。というわけで、今回の、ガチャ動画なんとかの恋灯籠、みんなもね、回してみたらいいんじゃないですか。ただね、やっぱスーパーレア出なかったのきついね。はい、じゃあここまで見てくださった方、よかったらチャンネル登録、そしてコメント、高評価、そしてポケコロ以外にもね、いろんな、今最近だとテラーとか、あとマリオカートとかやってるんで、よかったら、見てってください。あとツイッターフォローもね、よろしく。そしてブログもやってるんで、よろしく。いろいろとよろしく。さよなら。